こんにちは、ベルの竹内です。今回はおしゃれな人は持っている、私がチェスターフィールドコートの次におすすめするコートはこれだということをお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。もう朝晩はぐっと冷え込んできたので、コートのことについて考えている方多くいらっしゃると思います。私はもうチェスターフィールドコートは本当にこう皆様にお勧めしたくて、昨年も今年も動画をお作りしているわけなんですけれども、で私はですね、こうチェスターフィールドコートだけなのかというと、そういうわけではありません。なので今回はですね、もうチェスターフィールドコートの次に私がぜひ皆様にお勧めしたいコートをご紹介したいと思います。ぜひ興味のある方は最後までご覧いただけたら幸いです。このようにこのチャンネルではメンズファッションをかっこよく着こなしたいという方に向けて発信しておりますので、興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速お話ししていきたいと思います。コートは本当にたくさんあります。今私のお店でも、コート何種類ぐらい作れるかなとこうざっくりと考えてみたんですけれども、10種類ぐらいもうコートでお作りすることができます。なので言ってしまえばスーツやジャケパンよりも種類が多いというのがコートです。なのでその迷えるべき楽しいコートの世界を少しずつ紐解いていきたいと思います。私が今回おすすめすることはズバリこちらです。はい、こちらアルスターコートです。私はアルスターコートが本当に大好きで、チェスターフィールドコートが本当にこう正統派ど真ん中ストレートだとすると、少しだけ変化球があるですけれども、決してファッショナブルなものではない、もう伝統に基づいて作られているものがこのアルスターコートですので、今回このアルスターコートについてじっくりとお話ししていきたいと思います。まずこのアルスターコートを見た時にですね、アルスターコート、これとダブルのチェスターフィールドコート何が違うのっていうふうに思われた方いらっしゃると思います。なので今回は分かりやすく隣にダブルのチェスターフィールドコートを並べてみたいと思います。はい、こちらがダブルのチェスターフィールドコートで、こちらがアルスターコートです。これを見ていただいてお気づきの方いらっしゃると思うんですけれども、襟の形が違いますね。こちらのダブルのチェスターフィールドコートは、ピークドラペルで、いわゆる一般的な、テーラードのスーツやチェスターフィールドコートに使われる一般的なラペルの形になっていますけれども、このアルスターコートの一番の特徴はここのクラシカルな雰囲気がするこう大ぶりな襟ですね。この襟の雰囲気がやはりこのチェスターフィールドコートとはまた違った雰囲気がするというのがこのアルスターコートです。このアルスターコートはこうポットでの新しいコートではなく、もうとても歴史の長いコートです。このアルスターコートを元に作られているコートっていうのがいくつかありまして、まず一番有名なコートで言いますとトレンチコートです。あとはポロコート、その後はこうタイロッケンコート、これらの3つのもうメンズのコートとしてはこう欠かせないコートと言われているものの元ネタがこのアルスターコートです。そのぐらいこのアルスターコートっていうのはこうメンズのファッションの中でこう欠かせないアイテムだということです。アルスターコートの起源は古く、1860年代頃までこう遡っていくわけですけれども、そのぐらいの時からですね、こう今に至るまでもう仕様は本当にいろいろなディテールを経てこう変わってきております。なのでいわゆる一般的なこちらのものはダブルのこうシンプルなアルスターコートなんですけれども、この他にもダブルではなくシングルのものもありましたし、こうベルトがついているものもありましたし、時代時代に合わせていろいろな形に変わってきたというのがこのアルスターコートです。ではもともとアルスターコートはどういう時に着られていたものなのかということですけれども、これはですね、こう貴族の旅行ですね、こう旅に出る時にこう着用されていたコートというのが由来です。19世紀の話になりますと、今のようにこう暖房設備もしっかりと備わっていませんでした。もう鉄道、列車で移動したりですとか、こう馬車に乗って移動するということがほとんどでしたので、冬の寒さを耐え抜くために、このアルスターコートというのがこう重宝されていたと言われています。そのように考えるとやはりですね、こうコートの丈は長い方が望ましいです。最近はですね、アルスターコートやポロコートという名前がこう一人歩きしてしまって、そのアルスターコートという名前を使っているにもかかわらず、本当にここの太ももぐらいの長さの短いコートというのがこう出回っています。それはもうアルスターコートじゃないですというのを強く私は言いたいです。このアルスターコートはもう伝統に基づいて間違いないものを着たいということでしたら、やはり丈はですね、しっかりと膝の下で隠れるぐらいのものを私はぜひ選んでいただきたいです。そのメンズのコートについては、よほど運動性を求められるコートでない限りはベースは膝を中心に考えていただきたいです。膝より上に行くっていうのは
よほどスポーティーなコートの時だけです。例えばピーコートですとか、そのようなカジュアルなコートでしたら、こう膝の上というものは選択肢に入れてもいいんですけれども、まあ、チェスターフィールドコート、アルスターコート、ポロコート、トレンチコート、ステンカラーコート、まあ、それらのようなもう男性らしいクラシカルなコートについてはですね、膝の上に来るというのは見過ごすことができないです。まあ、丈が短くなっているっていうのはいろいろな理由があるんですけれども、まあカジュアル化しているというのは一つの大きな原因です。やはりこうジャケットの上にコートを着るという人はかなり減ってしまったと思われますので、ジャケットぐらいのフィッティングで着るコートというものが出回ってきました。まあ、ですけれども私はやはりコートはジャケットの上に着る、そして生地もしっかりと厚みのあるものを着る。まあ最近はですね、まあそのジャケットのようなコートという流れで、こうジャケットの生地でコートを作るというものも増えてきてはいるんですけれども、私はやはり、まあ12月から1、2、まあその3ヶ月プラスアルファ、そのぐらいだけでもこのコートはしっかりと厚手のもの、そしてコートを着るというのを皆様に感じていただきたいと思っています。では実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみました。アルスターコート、こういう印象です。まあ、実際に着てみるとこの襟のボリュームというのがこうとても伝わると思います。何とも言えないこのクラシカルな雰囲気がするというのはこのアルスターコートの大好きなポイントです。そしてアルスターコートは今いろいろなものが出ています。先ほど話しましたようにこうベルトで縛るタイプのものですとか、まあ、ここの背中にベルトがついているものたくさんありますけれども、まずおすすめしたいのは一番このまっさらなものというものをぜひおすすめしたいです。なぜかと言いますと、このアルスターコートの最大の特徴であるこの襟の雰囲気というのをですね、やはり皆様に感じていただきたいからです。まあこれを手にした上でですね、もう少しこじゃれた雰囲気のアルスターコートというのもあってもいいかなと思って、こう背ベルトがついているものだったりとか、こう袖が折り返されているものとか、ターンナップという仕様ですね、まあそういう仕様のものを選んでいただいてもいいと思います。そしてアルスターコートで私がぜひおすすめしたい色なんですけれども、まさに私が今着ているようなアースカラーの色をぜひおすすめしたいです。なぜかと言いますと、これはですね、こう先ほどもお話ししましたように、こうチェスターフィールドコートは街で着るのに対して、アルスターコートはこう旅先で着るコートだからです。まあ、旅先は都会にいるよりもこう自然に触れる機会が多くなりますので、まあ、そういう場面でですね、こうネイビーですとかグレー、黒というものよりかはなるべくですね、自然に近い色の方がアルスターらしい雰囲気が出るのではないかなというふうに思っています。なので私がアルスターコートでおすすめしたいお色としては、まずはまあブラウン系ですね。そして私が着ているこのベージュ、キャメルカラーですね。あとはまあグリーン系、まあ、そういったお色もこのアルスターコートにはとても雰囲気が合います。まあ、このように考えてみると、まずは無彩色のチェスターフィールドコートがあって、そして2着目は少し色味のついたアルスターコートを手にしてみるというふうにこう考えてみても面白いです。もちろん今私が言っているものが全てこうでなければいけないというわけではありません。私もお客様とお話ししていて、まあ、この方でしたらネイビーとかグレー系のアルスターコートもかっこいいなと思う方にはそういうものをお勧めしています。なので最終的にはその方の雰囲気、まあ、本来の洋服が生まれたルーツを考えると、まあ、そのように洋服の色を選んでみても面白いと思います。私がこのアルスターコートを作ったのは6年から7年前なんですけれども、まあ、去年すごく面白い生地を見つけたので、まあ、ちょっとそれでですね、まあ、もう一つ味の変わったアルスターコートを作ってみようかなと思ったものがありますので、そちらもご紹介したいと思います。はい、それがこちらです。まあ、何が面白いかっていうのはね、これは映像だとなかなか伝えることができないんですけれども、まあすごくこう生地がふわふわで分厚くて、まあこのワッフルのような生地なんですね。私はこれを見つけた時に、これは決してお客さんには提案できないけど、ちょっとこう自分で作ってみるのは面白そうと思って、まあ、少しですね、こうディテールも変わった雰囲気のもので作ってみました。こちらのアルスターコートと比べてみると分かりやすいんですけれども、まずこちらのポケットをトレンチコートのようなこう斜めのポケットにしていますね。そしてまあ袖をこうやったタブカラー、まあ、これがベルトになることによってこうトレンチコートになっていくというものなんですけれども、あとはまあこちらは背中にベルトをつけています。まあ、このようにこう背中にベルトをつけるタイプっていうのはこう昨今こうすごく流行っていて、まあよく見かけるものなんですけれども、まあ私はこういったちょっとこう変わった面白い生地でしたら、こういうのもやっていいかなというふうに思いました。あとこれは生地もたっぷりと余裕がありましたので、かなり長い丈にしました。
まあ、120センチで撮っているんですけれども、なのでこうやって私今片手で持ってるんですけど、本当に筋トレしてるぐらい重いです。まあかつですね、こうダブルでこの襟もボリュームがありますので、もうかなりずっしりと重厚感があります。まあ本当にこうこのコートが活躍するのは、まあ日本でいうとまあ1ヶ月半ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけれども、まあそれもですね、私は面白いじゃないかと思って、まあその時期にはもうこのコートをたくさん着るというようにして、限られた季節を私は楽しむというのも一つの洋服の楽しみ方だと思っていますので、まあずっとこれで11月から暖かくなるまで乗り切るんだというのもまあいいんですけれども、まあ少しずつワードローブが増えてきたら、まあこれは例えば11月から12月の中旬にかけて、じゃあ例えばもう次のものはもう少ししっかりとした生地のものを使って1月から2月楽しむコートっていうのもあったらいいなというふうに考えてみると、よりですね、こう洋服を着るのが楽しくなっていきます。はい、実際に着てみました。映像だとこの肉厚な雰囲気伝わるでしょうか。まあ私はこの雰囲気がうわいいな、本当にこう昔のこう映画の中に私がポッとこう飛び込んだような、すごいこうノスタルジックな雰囲気がしてですね、こうたまらなくこういうのは私は個人的には好きなんですけれども、こういう時にこういうコート着ていくと気持ちいいだろうな、楽しいだろうな、このコートにはこのカバンだななんていつも考えながらですね、こうニヤニヤしているわけなんですけれども、まあ話はそれましたけれども、まあ最初にご紹介したこの至ってシンプルなアルスターコートと見比べてみていただいて、こうアルスターコートと一つの名前だけでこれだけ雰囲気が変わるというのを感じていただけたと思います。そのぐらいこのアルスターコートというのはいい意味でいじりがいのあるコートです。いじりがいのあるコートだからこそ、いじるのかいじらないのか、その人のセンスが出てくるところです。私はこの洋服の世界で本当に皆様にお伝えしたいのは、着こなし術ですとか何か洋服のテクニックというものが今すごくもてはやされているんですけれども、そういうものは本当におしゃれを卓越した人でないとかっこよく着こなすことはできないということです。例えばファッション雑誌で、あ、こういう着こなしが今流行ってるんだというのを、まあ、それを真似したからといってあなたがかっこよくなるとは決して言えません。なので私がこの動画でずっとお話ししていることは、まずはシンプルで王道で間違いのないものを知ってくださいということです。なのでアルスターコートも私が今回ご紹介したように、このシンプルで無垢なもの、まずはこちらを楽しんでいただきたい。そしてですね、徐々に自分の中の洋服のこう感度、まあ、洋服に限らずいろいろな感度が高まっていきます。なるほど、じゃあこのアルスターコートこういう風にしてみても面白いんじゃないかなというのを少しずつこうアイデアが湧いてきます。その湧いてくるアイデアというのが本当にあなたに似合うものです。まだまだコートはたくさん種類がありますけれども、まあ、少しずつ順を追ってご紹介していきたいと思います。まずはこうチェスターフィールドコートの次に私がご紹介したかったのはアルスターコート。このアルスターコートもメンズのコートにはこう欠かせないアイテムになっておりますので、ぜひご検討いただけたら幸いです。以上です。この動画が面白かった、ためになったという方はグッドボタン、あとはコメントもお待ちしております。あと私のホームページの中でザ・ブックというコラムを書いておりまして、そのコラムの中で私の洋服に対する考え方だったりとか、歴史から基づいた洋服のあり方などについて詳しく書いておりますので、洋服のことをもっと詳しく知りたいという方は概要欄に貼っておきますのでご覧いただけたら幸いです。あと私の日々のコーディネートもインスタグラムにアップしておりますので、そちらもぜひご覧いただけたら幸いです。それではまたアップいたしますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。